お願いします。それではまずビフォアについて、はい、髪の長さだったり、はい、カットがどんな状態だったかっていうのを教えてください。はい、ビフォアは、バストちょい上ぐらいの、まあ、ローレイヤーです。で、前髪少しあったんですけど、セルフカットしてる状態でしたね。で、ちょっとだけレイヤー入っていましたけど、まあ、本当にブリーチした後のパサつきが残ってる、まあ、ちょっと散らかってる感じのビフォアでした。はい、ではそこからカットをどのようにチェンジされたんでしょうか。今日のカットは、はい、鎖骨下8センチぐらいの前上がりの、レイヤースタイルで、今日はちょっと顔周りにレイヤー入れたくて、なので、レイヤーをちょっと厚めに顎ラインでちょっと多めに作りました。で、前髪も少しビフォアよりは増やして、まあ、薄めが流行ってるとは思うんですけど、まあ、厚くもできるし、ちょっと横に流して薄くもできるしみたいな感じで、少しだけ深さを取って顔周りに動きを出しました。はい、でも下は跳ねない程度のレイヤーです。はい、跳ねない程度のレイヤーっていうのは、そうです、はい、角を取る程度ですかね。はい、ローレイヤーで切ってます。はい、であとは本当に、髪質が良かったので、まあ、傷んでるところをちょっとセニングで落としたり、耳の後ろとかミドルセクションの重いところをセニングで落としたぐらいで、今日はレザーも使わずにセニングとスライドでもう質感調整をしました。はい、ありがとうございます。ではスタイリングを教えてください。はい、スタイリングは、一応熱処理をしたかったので、少しストレートアイロンを全体的にかけて、で顔周り、前髪はもうブロー、顔周りのレイヤーのとこだけ少しカールをつけて、ナチュラル系のオイルをなじませてツヤ出しとしました。はい、結構スタイリングもシンプルで普段自分でやりやすい。そうですね、なんかスタイリング剤、まあ、つける髪型最近流行ってるんですけど、やっぱつけすぎるとどうしてもロングってペタってしちゃうので、まあ、今日はあえて本当に少なめでナチュラルな感じにしてみました。今日の色味は大体なんですけど、明るさと何系の色っていうんですか。ブリーチ毛だったので、はい、で 黒染めしてる状態がビフォアだったんですね、実は。で、事前に仕込んだ時に、本当は11トンぐらいのベージュ系にしたかったんですけど、やっぱりリフトしきらなかったので、ナチュラルな、本当ナチュラルブラウンで、9トンぐらいまで上げました。すごい綺麗な色味でした。ありがとうございます。で、なんか赤み消す方も多いんですけど、まあ、秋冬に向かっていくので、まあ、赤みあえてそんなに削らずに、はい、本当にいわゆる何でしょう、ブラウン、いわゆるもうなんとナチュラルなブラウンって感じですね。はい、今日のスタイルはどんな方におすすめしたいですか。そうですね、顔周り少し切ってるので、縛る方とかでもなんかちょっと縛ったりするとボブっぽい感じに顔周りが残ったり、するから、アレンジされる方にもおすすめですね。あとは何でしょう、大人っぽくなりすぎたくない方には、前髪の薄さのバランスとかはちょっとチャレンジしやすいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。